どうも皆さんこんばんは。配合中毒者の吉田です。なんとですね、もうプレイ時間も70時間超え、時間も 85% も埋まってしまった僕なんですが、前回の動画のコメ欄で初めて知ったことがあって、それが配合可能な組み合わせに絞るをいいえ押して検索すると、なんと片親だけいてもこの検査結果に乗ってくるっていう。だからこの場合だとギガンですか鬼小僧どっちか持ってれば乗ってくるっていうね、この機能を知らずにここまで来ちゃったよ。まあ結局乱獲するには変わんないんだけど、ということで集めました。片親全部作っていきましょうか。近日、これ結構強くない？魔法カンタメガザルあるよ。他にも最小級呪文がいっぱいあるわ。俺こいつ初めて見た。キングヒドラ出た。ヤマタノオロチとクラーゴン。へえ。特にスキルねえな。生き地獄か。まあでも、なんでもいいや、ここら辺は。こいつはまあ、魔王級になるだろうな。これ以上は進まんか。そしたらね、今日はだいぶ前に配合したムド、もうあいつが牧場の肥やしになっちゃってるから、あいつの派生のレシピ調べようか。さあまずはキラーマシンとカラクリ大名でデュランダル。こいつのキラーマシンのただの色違いのはずなのにレア感は異常。そしてそのデュランダルとキラーマシン2でスーパーキラーマシーン。まあもうなんかあれだよね、最近のモンスターズといったらスーパーキラーマシーンみたいなとこあるよな。そしてスーパーキラーマシーン2とランドアーマーでキラーマジンガー、スキルキラーマジンガーギガクロスブレイク。ちょっとさ、この辺でさ攻撃型も作ってみたくなったね。ギガクロスブレイクとか強く使いてえよ。だってほら、あれだよ、もう意欲なんでしか使ってないじゃん、俺。ちょっと悲しいよな。だからスーパーキラーマシーン A ランクなんだ。さあ、そしてこいつが必要になってきました。サイクロプス。これはね、俺さすがにもういけると思ってて、っていうのも、こいつまあ、初期マップのね、主なんだよね。一番最初のマップの。で、シボグリニックもうさすがに食いつくだろう。そうだよね。しかも闇の波動で、全ステータスダウン。倒すなよ、逆に。これどのぐらいまで削っていいんだろう。それがわかんねえ。ちょっともうちょっと殴ってみるか。まあ、最悪、もう霜降り肉で、起き上がりで捕まえるのも視野だわ。逆にこれ倒せないんだ、これで。初期マップに行っちゃいけないだろ、この化け物。で、これで、あれ今満腹になってなかったよね。そしたらもう一個霜降り肉でどうだ。いや、50% ぐらいはいくんじゃない？今だ。え？あ、もう余裕やん。サイクロプスとトドマンで、ボストロール。ようやくボストロール族を作ることができたわ。んで、ボストロールとバルンバで、
トロルボンバー。こいつはね、もう主そもそも勝てないから、配合でしか作れんな、現状。さあ、そしたらここから無道を使った4体配合いくぜ。無道とキラーマシンガで、でもちょっと待ってよ。ギガクロスブレイク使いてえなーみたいなこと言ったけどさ、この4体配合で作るモンスターが攻撃の取得値2とかだったら終わるんだが、トロルボンバーとバトロレックスで、一旦バトロレックス。さあ来たぜ、デスタムーンは。うわー、攻撃の種族値は低めかー。毒ブレイクだい。またお前あれだね、微妙なやつもらったね、デスタムーンは。いやー、ギガクロスブレイク無理だな。こいつを使った配合、それで生きる説もあるが、ここはおとなしく賢さ系でいこうか。にしてもなんかあれだな、しゃばいな、かなり。いやー、俺このいてつく波動とか魔法カウンターがいつかめちゃめちゃ刺さると思ってて、今のとこボスがなんかすっげー自分のステータス上げてきたり、ありえんぐらいの魔法を連打してきたりみたいな、ないけど、ま、今ないってことは、つまり次はあるかもしれないってことなんだよな。これでいこう。でかっ。こいつも初代テリワンでね、作ったよ。もうほぼ最終形態なんだよな。さあ、もう一体4体配合いくぞ。パンドラボックスと、ナイトキング。で、こいつもダークブレイク持ってるから、これダークブレイク、ギガブレイクの闇属性版だべ。これ使ったことないからわかんねえんだけど、これでワンチャンあるよ。物理系。次はタイムマスターとネンガルで、一旦ネンガル。はい、出ました。オルゴデミイラ。なんと賢さ方と。ははは。もうさ、なんか俺が作るやつ賢さ方すぎない？あまりにもね、スキルオルゴデミイラ。もうまだってと、いてつく波動ばっか。やっぱラスボスのね、魔王級は。そっかー、そっかー。まあ、オルゴデミーラ MP アップ2、火の極意かな。だいぶラスボス系完成してきたね。てか、オルゴデミーラの上まだあったわ。神様。俺、こいつもね、知らないんだよね、全然。存在は知ってるんだけど、なんでこんなレア扱いされてるかもしんないし、どのドラクエのナンバリングに出てたかもしんないんだよね。光の波動に、癒しの力、戦闘中たまに仲間全燃しは30回復する。はいはいはい。星の贈り物。あー、これ誰か持ってたなー。へー。まあ、問題はスキルよ、スキル。神様。ハッスル、いや、ハッスルダンスはね、ダメなんだよねー。そんな魅力的じゃないな。どうしよう。かなり微妙いけど、 MP アップ2オルゴデミイラ皇帝だね。あれ、なんかこれ違くない？ 3D モデルいつもと。え、なんかいつの間にかさ、めっちゃいいアクセサリー持ってる。ダイヤのティアラ。MP プラス40、守備力プラス30、賢さプラス30。これ誰が落としたんだろう？
なんか知んねえけど俺2個も持ってんだけど。さあついに最悪の魔球最終層だね。ここ来るとスターストーリー大きく進むからめっちゃ好きなんだよ。あ、ここあれじゃん。地獄の帝王エスタークはここで目覚めたって言ってたか。あれ？これあれだよね、勇者がエスターク倒してたのって時戻る前じゃないよね。ええ、その影響でこの最悪の魔球と人間界のアッテムト鉱山がつながってしまい。そして勇者は地獄の帝王を見つけ完全復活しちまう前に倒したってわけか。そうだよね。アッコイジャ教団は言っていました。地獄の三神は地獄の帝王とも呼ばれていると。三神？変な話だな。ここで見つかったエスタークは一体だけだったんだろ。そうだよね、三個像があったんだもんね。でなんか一つの像は過去のモンスターズ実況で俺が作ってるな、何？シーン最悪の王みたいな名前のやつだったらしい。俺気づかなかったけど。つまりエスタークみたいなのがもしかしたら他にもいるかもしれないってことか。え？そんなん勝てんの？ん？エスターク空虚神殿、何それ。お、これが地獄の帝王。あ、消えたりはしないんだ。そうだったのですね。この場所で地獄の帝王は勇者に倒されたと。世界を滅亡に導く怪物もこうなりゃただの石像だな。お、そこから奥へ行けそうだ。先に進もうぜ。え、これ残りの2体もここで戦うんじゃねえの？お、ゴーストクローク。あー、もうちょうどあれだな、これもうちょうどダイヤのティアラの介護官みたいな装備出てきたな。あれ、意味深に上が開いてるけど、おかしい。来る。なぜこの玉座には主がいないのでしょう。あ、もうどっか行っちゃったってことか。来ないかこれ。さあな、まだ奥に行けそうだが、あのヤバい正気すげえ嫌な予感するぜ。行ってみましょう。クリア後かこれ。なんだこいつ。もうなんだよこれ。守ってると見せかけて見に行くかよ。いや、いやらしすぎる。え、ちょっと待って、え、両端ともどっちもミミックなことある？あ、あ、こいつだ。真最悪の魔王みたいなやつ。こいつ作った？全然記憶にねえよ。この姿、確か最悪の魔球の中層で見た。色がつけばわかるかな。うわ、来た来た来た。なんだってんだ。バッコイバッコイそれバッコイ、ラブリーキュートな信者たち。あ、そっか、あいつらずっと儀式してるから普通に復活しちゃうじゃん。バッコイバッコイそれバッコイ、激ヤママジ心理バッコイ、ガチめの超心理バッコイ、破滅の超心理バッコイ。
え、てかなんでエスター君しか伝承が伝わってないの？あと2体もいるやん、やばいの。生命誕生以来の最高峰超絶最高超心理ブーガー勇者ちゃんと止めろよ。滅びの準備はできました。地獄の三神イスナのお目覚めだ。こいつまさか。いや知らないな、これ誰これ。お知らないよこいつ。BGM が BGM がエスターク・イスナ。ちょっと待って、勝てないよねえ。もう BGM で察した、俺は今日死ぬ。スクルと魔法カンタ、魔法カンタあるよ今日の俺は。魔法カンタ、あ、魔法カンタ自分にしかかけらんないんだ。やるやん。やばいな。グランドクラス激減ときた。まあそしたら目、いや灼熱か、灼熱でまあスクールとか。ダブルスクールと、オッケーオッケー、ダブルスクール取れ。今問題ないな。ただ魔法カンタはちょっと不発に終わりそうか、まだわかんねえか。で、インイオグランデは普通か。インテーラー、ジゴデインも軽減。いやマジか、お軽減きちいよ。軽減絶対レート普通。灼熱、いや神様お前防御してこう、ちょっとやばいわ。でベホマズン、破壊の瞳、お前も使えるのか。いやこれね、ちょっと神様打てる技がない。今回龍神を出すわ。で、ここから攻めに入る。イオグランデ絶対レード、これマダンテ、ああーそっかそっか、この龍神王の非ブレイク台によって煉獄火炎が弱点になってる。1段階下がるのかな、多分2段階か。非ブレイク台強すぎない、そのなんとかブレイク台今作で。ベホマラーでいいね。俺さデバフ系のアイテム使ったことなかった。待って、フバーハも欲しいとこだな。爆弾使った時は爆弾石、あ向こうって書いてあるわ。爆弾石ダメだ。じゃあバーハドリンクをデスタムーンはこれでいい。闇のブレスがあるからね。358か、闇の波動なんだ。いい技持ってんじゃねえか。あでもゴリゴリの物理要素だね。これスクルト巻いておけばまず負けることはないと見た。イオグランデ魔法カンタガチで腐ってるな。絶対レードで、ま、いやまだ次だな。煉獄火炎でフバーハ、これで闇の息もメタル。
このゲーム自動 MP 回復必須すぎない？いや、ほんと邪神の子強いわ。まずこいつは MP どれだけ使っても減らないからね。こいつにこそマダンテを持たせるべきだったかもしんねえな。でこれデスタムは交代だね。これもうエルギオスに任せる。 MP が足りないこと足りないこと。黒く輝く炎も普通か。こいつ耐性高すぎるね。弱点ないか、まさかヒブレックダイとか持ってないと。でスクルと上書きといきたいところ。いや、スクルと上書きでここの回復は俺がやる。俺自身がヒーラーになることだったんだこれ。破壊の瞳耐性どうにもならんのが強え。しかも闇の波動でさ、インテラとかスクルト消されちゃってんだよこれ。だから魔法よりブレス系で攻めた方がいいかもしれないね。と言いつも310与えていく。うちの邪神の子はこいつはもう歴が長いからね。うちのエースだから。でこれ344しかないっしょ、もう MP。 これもマダンテルートの、待って、マダンテ激減マジか。こいつマダンテ耐性もある。で世界中の鈴鹿あんま使いたくねえ。これね、店売りしてないんだよ。俺が鬼の探索してるから12個持ってるけど、店売りしてねえから使いたくねえ。まあ残り4個ぐらいになるまではあれか、持っとくか。まだ MP あるな。もう1秒マスいけるか。魔力の風来た。これこれだっていけるまであるか。どっちの方がダメージ出る。あー、まあ一応絶対レイドが一旦動けなくする効果が出るかもしんない。待って、今一つじゃないよね。今一つじゃないね。まあ、このボス相手に通るとは到底思えねえけどな。ねえ、これはベホマラーのターンでいいな。バーストさらに闇の波動で、これ賢さダウンするとさ魔法通りやすくなるよね。さらに闇の波動強すぎ。もうお前積んでるよ。まだ終わらん。434。強すぎー。やばすぎ。賢さ2段階下がってからの WE を膨らんでね、一発400。だって一旦で900ダメージ与えたってことだからね。まだって声です。なんじゃその知り方は。なあ、こいつもしかして。ええ、よく似ています。この魔球の中層で見た、世界を焼き尽くしたという地獄の三神の一柱に。てかこいつがこのレベルじゃさ、なんかエスタークも大したことなかったんじゃねえの。やっぱり地獄の帝王は3体いるってわけか。だがそうだとしたら、もう1体はどこへ行ったんだ。とにかく一度ロザリーヒルに帰りましょう。いや、これクリア後かなと思ったけど、戦いそうだね。言及されてるってことは、うわっ。いや、こいつさ、あのロザリーとそっくりなんだよね。それがちょっと臭くないか。しかもこれな、これロザリーの悪口じゃないんだけど、結構ロザリーって目と目が離れてんのね。で、あいつもそうなんだよ。本当に失礼なんだけど。鼻の匂いに覚え浮かぶ。え？幕開の日に君と別れ。お前死んだやん。久しぶりだね、兄さん。あなた、どうして。そりゃ驚くよね。覇王城の魔界の中級エリアで
派手に兄弟喧嘩した以来だもの。ベネットは死んねえのか。こいつ記憶の監獄であった監視だよな。兄弟喧嘩ってベネットさん実は。こいつはお前の弟。100% のリアクションです。こうしてまた会えて嬉しいよ。そういえば魔界の支配者をほとんど倒したんだって。さすがだね。あなたのことなら何でも知ってるさ。今誰を探しているかもね。なんでこいつが生き返ったことについては言及されないの。まださ受け取って。それを聞いてくれよ。なんかこのトラベライトでかいんだけど。なんか特別感あるよ。これで兄さんの望むところへ行けるだろう。エビルプリーストのいる場所へ。ああ、なるほど。もう行くよ。今度こそさようなら、兄さん。落日の夜は終わりを告げる。ただ儚き世の夢は過ぎ。いや、なんで生き返ったか教えてもらうことできるか。うわ、ついに難易度マックスきた。うわー、すごい綺麗なとこ。ずいぶんといい場所に住んでんじゃねえの。別荘や。ここにエビルプリーストが。竜のからの情報だし、ちょっと怪しいけど他に手がかりもねえしな。信じてみましょう。エビルプリーストがいるとしたらあの神殿でしょうか。そんじゃでっけえ借りを返しに行こうぜ。さあモンスターチェック。あれ、俺が持っ、会ったことのない、モンスターが一匹いるやん。見て、仲間にした種族、88.8% だって。あ、こいつだわ。なんだっけ、こいつ。スカルゴンみたいなやつだ。さあ、今日の卵ガチャ。お願い、キン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 。銀。お、こいつ絶対限定だろ。よーし。霜降り肉の上ってあんの。主は風雷スライムだ。でっか。おお。なるほど、新しいな。エビルプリーストの隠れ家。もうすげえじゃん。ラスボスダンジョンじゃん。あいつラスボスぶってるね。これか。あー、なるほど。あー、で水が流れたところは橋が浮いて通れるようになるっていう、そういうギミックだ。ごめん、ちょっと意味わかんねえ。マジでこれやばいな。ここむずすぎるわ。これさ、2箇所くらいの回転とかなのかなと思ったらさ、これよ、あの上下左右全部に回転するからパターンが多すぎるわ。俺のまあ全パターン試せば最終的には解けるやろ理論がさ通用せん。皆さん、このゲームは、東大レベルになってしまいました。東大タイガーになってしまいました。もう東大の受験に出しても
全然恥ずかしくない、そういうレベルの謎解きになっております。攻略見ます。いや俺ねこれ多分クレーム言ってると思うわマジで難しすぎて。こういうのってさ普通なんだろう、まあ3エリアぐらいに分かれてて、まあ、3エリア目で全部完結すると思うじゃん。これ一番最初のエリアに戻ってきたりしてやるから、これ攻略見ずにできた人の方が少ないと思う。待たせたなぁ。ヘルー、あ、前座はお前ってこと？呼んでもない客がズルズルと。何のご用かにゃ？エベルプリスト座ってないじゃん。なんかわからんけど謎のポーズしながら立ったまま待ってくれてたわ。こそこそ隠れやがって。もう逃がさねえぞ。ご機嫌麗しゅう皆様。私の作戦は失敗に終わったようですね。まさか時の砂を使うとは。え、気づいてるの？それにしてもあれほど蔑んでいた人間に助けられるなど恥も極まりましたね。私を殺しこの人を破滅に追いやろうとしたエビルプリースト、あなたの目的は何なのですか？あなた方は私の大いなる目的の手駒に過ぎないのです。間もなく世界は生まれ変わり、この魔界に真の王者が誕生する。ただそれだけのこと。それはお前のことじゃないの？そうだ、メイドの土産に教えてあげましょう。ご覧なさい。ああ、エグフドがアーダコーダ言ってたね。そうです、彼らに見覚えがあるでしょう。この竜神殿の魔界にいるストーンマンは皆私が呪いで姿を変えたエルフだったのです。つまり今まであなたが倒してきたのは哀れなエルフたちの慣れの果て。俺が散々配合してきたストーンマン、みんなエルフだったの？なんてことしやがんなこいつ。さすがあっちのボス、やることがエグい。ゲドウの中のゲドウですにゃ。なんてことを。さて無駄話はこれくらいにいたしましょう。役立たずの手駒を始末しなくてはね。さあ呪うがいい。真の王者と同じ時代に生まれ落ちた己の不幸は。ああ指を指してくる。こいつやばいな。このゲームで一番の悪だわ。あれ猫は、猫はあれしてこないんだ。でこいつ絶対魔法系だから救うと意味ないと見たね。だそれこそさディスタムーアのあれじゃん、あれが刺さるだろう、魔法カンタが。なんかブレス系を打ってきそうな感じでもねえな。フバーハもいらねえか。まあ、一旦ちょっと全体攻撃で周りを処すわ、このゲドウの配下を。ヘナドール、え、ごめん早すぎてもう何が起きるか全然見えなかったんだけど、なんか呪文封じと賢さ、ん、賢さダウン2、エビルプリーストの嫌がらせという特性が反応してあーだこーだしてるな。マジか、え、ちょっと待って、呪文打てないんですけど。マジか、あれなんでお前呪文打てるの？あ、ブレス封じか。邪神の子はアイコンが一緒だからわかんねえや。じゃあイオグランデでブレスを封じられてもな、俺には絶対
体霊道があんのよ。そして神様はブレス封じか。封じられてもグランドクロスがある。全然問題ねえな。え、なんか周りの雑魚勝てえ。悪あがき、あー出た、そういうやつね。バーストしろよ、バースト。うわ、魔法ガンダム使う。ただブリスは通る。 188? ちくしゃー、徹底的な魔法メタか。じゃあこれもうあれだな、邪神の子はダメだ。竜神王で煉獄火炎、弱点ヒブレイク大でね。でブレスでいい。神様ももう何もできないか。何もできない。ちょ、お前がヒーラーやれ。あー、なるほど、そういうことね。じゃあこれ神様もエルギオスと入れ替えて、で絶対エイドあんま通んないけどね。あ、ジゴスパークでもいいよ。ジゴスパークはね、呪文じゃないからね。これはこれは大気だから。でベホマラ、いやこれ負ける要素ねえわ。あれ、うん、これ負ける要素がない。また変なドールだ。攻撃力減少 もあるわ。よかったー。あれでブレス系とさ呪文系が混合してた、うちのバージー。これブレス系だけで、ちょ、これ戦うでいいよこれもう。え、なんで、ああまあお前はいいんだ攻撃で。これ呪文系だけだったら積んでたね。あれ、ちょっと待って、お前らちゃんと弱点ついてよねえ。そこはちょっとお前らのこと信用してらんないよな。まだ甘かったか。だって空母抱えこの激減じゃん。絶対レード打ってよ。全開、いい、うん、魔法カードは問題ねえ。よーし、呪文目立ってんじゃねえぞエビルプリースト。あとお前の恋人多分うちの牧場で寝てるよ。第二形態なしか。迫真すぎだろ。こっちのニャーセルがさ、実は第二形態を隠していたみたいなパターンないの？この私はこのまま終わるだと。嫌だ嫌だ、絶対に嫌だ嫌だ。あれ、あるか。ああ、エルフたちが。てめえら待ちやがれ。なにこれ。でであ、今のは本気でヤバかったぜ。こいつあれやん、過去にいたやつやん。なんだかんだ、スターマンたちの姿が、どういうこと？戻せたってことか。ありがとう、あなたのおかげで呪いが解けました。あれ、明らかにあの過去にいたやつとはちょっと違うな。あんた誰だ。こんな神々しくないぞ。私は古代エルフ王国エルゼトの女王。古代エルフ王国エルゼト。私はエビルプリーストの呪いで
この竜神殿の魔界に姿を変えられていたのです。え？魔界？魔界そのものにってこと？エビルプリーストが？あいつ何のためにそんなことを？エルフには時と位置を司る特別な魔力があります。我がエルゼト王国はその魔力を集め二つの魔石を作り出しました。それがトラベライトです。位置を司るトラベライト、そして時を司るクロノライト。クロノライト、私のペンダントと同じ。エビルプリーストはこの力に目をつけ我が王国に邪悪な呪いをかけたのです。ある日エビルプリースト率いる軍勢がエルゼト王国に攻め入りました。こいつ何年生きてんの？二つの魔石、トラベライトとクロノライトは奪われ、エルゼトはエビルプリーストの手によって深い地の底へと引きずり込まれた。消えた古代エルフ王国、おばあ様から聞いたことがあります。つかお前のネックレス全然違うやんけ。どこが一緒だんこれ。伝説の魔石を生み出したエルフの始祖たちがいたと。我らが恩人よ、お礼に何でも差し上げます。何でも。何をお望みですか？いやちょっと何でも、何でもはちょっと、まだ19時ですよ。ランディオル大帝のもとへ行きたいと。わかりました。ならば新たなトラベライトを作って差し上げましょう。すげえ、これラスボスダンジョン臭くない？だってもうあれよ、行けるところの上級って全部行ったよな。それがあればランディオル大帝がいる覇王城の魔界上級エリアに行けるでしょう。あ、まだ覇王城の魔界があったわ。そうだ、この魔界に住み着いた魔物たちの住処をなくしてはいけませんね。魔物の帝でもあるのか、慈悲深いな。時の魔石クロノライトよ、巻き戻せ。失われし大地をありし日の姿に。つかこいつでかくね？なんかでかいエルフもいるんだ。お別れです。あなたたちの旅の先に幸福な結末が待っていますように。こいつもあれなのかな、ドラクエ4で出てくる感じなのかな。あれ、あれ、あれ、黄金の腕輪だよね。聞こえるか。うわ、また来た、こいつなんか関わるなとか来るなとか言ってたくせに。マスタードラゴン様。一刻を争う事態が起こった。これを見るのだ。ご機嫌うるわしゅ、ランディオル様。貴様か、エビルプリースト。どうした、ひどく慌てているな。慌てずにはいられないのです。本日は素敵な贈り物をご用意いたしました。ご覧ください、
これぞ進化の秘宝。これを使った者は進化の究極を極めた存在となれる。まずはディオロス様にお使いになってはいかがでしょう。そしてちょっとラスボス候補が多いな。誰がラスボスこれ。そして極まった力が暴走し、使った者は破滅を迎えるのだろう。ディオロスと世の友倒れでも狙ったか。姑息な貴様の考えそうなことよ。おお、さすが。お前の手など借りずともすでに完成している。究極とは何かを見せてやろう。これこそが。これはありえぬ。こんな力が。リスクなしの進化の秘宝ってこと？究極進化の秘宝だ。うお。最初はお前が使うがいい、ディオロス。己の策に溺れる愚か者めが。ディオロスよ、お前が究極進化の秘宝を使えばこの天下に敵はあるまい。そんなことになっちゃったらあれじゃない、ランディオル大帝の首取られちゃうじゃん。その素晴らしき力でお前の弟を亡き者にするのだ。我が力はすでに究極の領域にあります。かような術など不要。おお、かっこいい。エビ、電話来た。最悪のタイミングで電話来た。どうしよう。待っていろ。はい、もしもし。我が拳に貫かれる瞬間を。すいません、大変お待たせいたしました。あ、これ違うよ、これみんなに言ってるわけじゃないよ。ダンディオル大帝に言ってんのね。そこで見ているのであろう。父はここにいるぞ。我が首を取ってみせよ。え、すべてお見通しやん。こいつやばすぎない？うわ、監視カメラ壊されちゃった。究極進化の秘宝。使用者を破滅させることのない、完全に制御可能な進化の秘宝なのだろう。奴がその力を持って地上に攻め入った時、全ての生物は死に絶えよう。てか、マスタードラゴンはさ、なんか戦えたりしないのかな？干渉できないのかな？父ランディオルを止めよ。これはお前にしかできぬことだ。戦闘力自体はあんま高くないタイプか。いよいよ最後の決戦が近いのですね。お前の親父一発ぶん殴ってやろうぜ。覇王将の魔界の上級エリア急ぐぞ。なんかラスボスダンジョンっぽいな。さあさあ宴をしようじゃないか。天すら知らぬ定めの先へ。終幕が近いね。兄さん、あなたはどんな未来を選ぶかな。うわ、これリュノかランディオル大帝がラスボスだな。